中村八幡宮は神奈川県横浜市南区に鎮座する神社。宇治湖区域は横浜市南区八幡田町、中村町、牧町、三谷、平楽、唐沢で宇治湖約1万人とされている現在。境内入り口付近の石段に横浜市地域文化財に登録されている内務省地理領水順点がある。古来、武蔵区に倉木郡石川郷中村の鎮守で、 やわたと言われていた。詳細な記録が別当時の玉泉寺に保管されていたが、中世に消失したとされる。しかし、九伝によれば醍醐天皇の御世にはすでに祠が存在し、八万大名人として建て祭られていたと伝えられている。古くは、新地、神田等を有していたが、1877年地祖改正の際に上地となり、 現在は所有していない。横浜村の名主であった石川家に保管されていた1742年作成の地図には中村八万宮の女子及び神田が記載されていた。石川家は1854年に日米和親条約締結時に応接所建設を請け負い、条約締結後にペリーは石川家を表敬訪問し夫人からもてなしを受けている。 1859年横浜開港後、神奈川奉行により、横浜周辺の名主の上に総年寄りが置かれたが、ほどがや塾本陣仮部家と共に総年寄りに任ぜられている。翌年には、神奈川塾本陣石井家も任ぜられ、この三人総年寄りの体制が1868年の調整整備まで続いた。新編武蔵風土機構の倉木郡中村の校には、 以下の記述が見られる。八幡社、女二世二十八歩、村の中ほどに立てり、陳樹なり、五丹明神を愛とのとす、ゼコ丹大王を知れるなり、大泉寺持ち、出典、国立国会図書館デジタルコレクション、新編武蔵フード機構、牧野七十七倉木軍の五千八百七十三連に、孫社に列せられ、 1888年に社名を現在の八幡宮と改称し、1909年9月15日に新鮮平白領とも新神社に指定される。社殿は創建以来たびたび改修されていたが、記録に残るものとしては以下の通りである。源頼朝が鎌倉に幕府を開いた後、毎年一回幕府より平白を捧げられた。 その後、北条氏の時代になってからも、平白の外に米国、または電磁を寄進されたと言われている。新職は、文政年間から、前岡八幡宮の新職関屋が兼務する、しきたりであった。1935年に実施された、横浜市の第二基調会町名地盤整理で、中村町12月に、中区から、とぶき警察署と、 大岡警察署の管内地域を分離して発足した南区に編入のあざやあたと、次山屋の一部地域に新設された八幡町は中村八幡宮にちなんで命名された。中村八幡宮の年中行事。ありがとうございます。